この未来の未来っていう作品は4歳の男の子くんちゃんが、未来からやってきた妹未来ちゃんと一緒に、家族をめぐる時空の旅に出かけるっていうお話です。子供が出てくるアニメだからといって非常にこう、まあ、誇張されたストーリーなんか冒険があったりとかするわけではなくて、やっぱり日常を大切に、そういう日常の中から浮かび上がってくる僕らが誰でも持ってるこう人生の中の大事なことっていうのを見つけることのためにこの映画っていうのは作られたと思っています。ですから、大事にしたのはやはりまさに子供らしい動き、お芝居、表情、あと柔らかさっていうものがとても重要になってくると思います。そのために、まあ、僕の子供たちがモデルだったんで、それをこうスタジオにまた呼んでアニメーターみんなで取り囲んで、たくさんデッサンをしたりとか、もしくはデッサンするだけじゃなくて抱っこして重さを確認したりとか、触って柔らかさを、確かめたりとか、髪の毛はいかに細いかっていうことをこうね、みんなに確かめてもらったりとかして、徹底的にそういうところは今の小さな子供の日常性っていうのを描き出すために考えました。自分の息子に関しては散々モデルとしてですね、たくさん働いてもらったので、彼は自分がモデルの映画ができたっていうことに関してそのことを知っていたので、最初はこう映画を見たら自分が映ってると思って恥ずかしがるんじゃないかと心配してたんですけども、実際見せてみるとこの映画の内容を彼は大いに楽しんだようですね。やっぱりその自分が好きなもの、電車、可愛い犬たちとこう自分自身が触れ合うっていう体験を通して非常にこの映画全体を楽しんだようで、僕の奥さんも一緒にその子供と一緒に見たんですけども、奥さんの感想は、あなたが子供たちを本当に愛してるんだな、僕はその奥さんにそういうふうに言ってもらえてこの映画を作って本当に良かったなと思ってます。